自分の知らない自分に会いに行けっていうことを言うんですけれども、その自己の人生結構幸福度上がりますよね。総合政策学部って法学部とか文学部とか経済学部とかってこうなんかこうすぐ想起できるものってなかなか出てこない。これ多分多くの方がそうだと思うんですね。で今日は高校生、総合政策学部って多分イメージしづらいと思いますんで、なんか先生の分野、僕の分野からこう、まあこんな感じなんかとかってこうイメージしていただけるような形になればなと思ってるんですけど、でまあ、高校までですと偏差値とか成績のスコアってい う, こう一元的な尺度で、まあ、ある種こう彼ら自身は客観的に自分の能力が捉えられるって思ってる、まあ、で高校の制度としてもそれが別に間違いじゃなくてむしろ正解だ、とは大学に来ると高校までの学習と全く違うことがあって、常々先生僕にこうおっしゃってくださるのが、やっぱそれじゃ全然世界じゃ通用しないっていうようなことをおっしゃられてるんですけど、その辺こう先生、高校までのいわゆる生徒さんと大学に入ってきて、まあ、周りにも学生って呼ばれて、その辺のギャップとかですね、違いってどういうふうにこう感じられてるかってまずお聞かせ。そうですよね、なんか高校まではやっぱり課題が与えられて問いが明確で、それに対する答えは一つっていう正解があるっていうことを教えられて、まあ、受験勉強は典型ですよね。ところが大学というのは課題も自分で見つけなければいけないし、まあ、世の中の大半の問題っていうのは正解、正しい答えって一つじゃないし必ずしも明確じゃない中で、何が最適な答えなのかっていうことを模索していくっていうそのプロセスも大事だし、なぜその解を自分で導いていくんだっていうことを考え続けること、私はよく学生にこう脳みそに汗をかけって言うんですけれども考えること、悩んで考えることを徹底的にしようねっていうことを言うんですけれども、やっぱり学校に入ってきたばかりの頃はどうしても正しい答えを早く教えてっていうふうにこうせっかちに正しい解を求めたがるっていうところがあるんですよね。なのでそこが高校と大学の学びの決定的な違いだよということはよく学生に話していますね。高校までの必ず問いがあってそれに対する解があるっていうね、中で生きてくると、なんかこうガチガチな思想に、思想っていうかこう考え方にはまってしまってるような感じするんですよね。特になんか最近その傾向がなんかちょっと強いかなと思ってるんですけど、先生からご覧になっていかがですか？僕も先生と基本的には同様の類同するこう感じはあるんですね。でなんていうんですかね、叱られることに慣れてないとか、注意されることに慣れてないっていうか、じゃあそのプロジェクトの目標に対して何がそれこそ最適解なのか、ベストなアクションなのかっていうのを見失わないでほしいっていうんですかね。でやっぱり最初は見失っちゃうんですよね。でなんか反論されたり異論を挟まれると、その次から意見を言わなくなったり、まあ、喋るより黙っといた方がいいや。でそれだと本当に総合政策学部が目指すようなこうクリエイティブでガンガンっていうんですかね、こう精力的に前に進んでいこうっていう推進力は得られないんで、このキャンパスの学部の授業なり、ゼミなり、カリキュラムの中で、である程度それを磨いた後についてくるもんだから、まずはそのゴールに対してどう近づけるかっていうことだけを考えて、そのためには他の人の力が必要であれば他の人の力を借りたり、だけどその力を借りるにはちゃんと借りる上での作法なり振る舞いが必要なので、そこも含めて考えないと、やっぱり先生が重視されている世の中に出て、もっとグローバルなんか行くとやっぱり一番大事なことだと思うんですけど、全く本当にその通りだと思いますね。それになんか怒られたり、例えばいろいろね指摘され
ったら、むしろそれはありがたいことっていうか、うん、つまりもう社会に出てしまったら、うん、いちいちそういうことを指摘してくれる人も周りからいなくなってしまって、うん、逆にあもうできなかったらできないという評価のまま終わってしまうわけじゃないですか、うん、だから若い時にやっぱりいろいろ本当に正直に自分のことを指摘して、うん、いいところも悪いところもね、うん、くれるようなまあ、仲間がとっても大事だし、うん、だからそういう意味では総合政策学部は少人数の教育をずっと重視してきているので、うん、ゼミであったり、ではお互いの仲間とそれから教員の、ね、との距離も近いし、うん、事務の方々との、うん、距離も近いし、近いですよ ね、うちの学部は。そうなんですよね、うん、だから本当にいい意味で、うん、こう模範となるような大人が周りにたくさんいるっていうのは、うん、とてもありがたいことだと思うし、うん、だから積極的にコミュニケーションを取ったり、うん、やっぱり自分のダメな部分もさらけ出して指摘してもらいながら、うん、少しでも自分がなんていうのかな、まあ、社会に出た時に備えるっていうよりは、うん、どういう本当に人間になっていくのかっていうことを考える大事な大事な4年間だと思うので、うん、だからそういう気持ちでアプローチしてくれるといいなっていうのは常日頃思ってますね。うちの学部っていろんな領域の先生がいるので、うん、こっちでの見方では問題ないと思ってても、うん、別の角度の領域から見ると、うん、いやこういうことも気にしたらとかっていうのが、うん、割とこうアクセスしやすいっていうんですかね、こう垣根をすぐ越えられちゃうっていう、うん、利点、うんうん、本当そうですよね、うん、それは学生にとっても大きなメリットで、うん、やっぱりその専門的に大学では勉強するっていうふうに思われがちですけれど、うん、やっぱりまだ18歳20歳前後の若者であれば、うん、私は教養ってすごく大事だと思っていて、専門的に勉強する前のやっぱり本当にできるだけ広い分野のことを、浅くなってしまったとしてもいろいろなものに出会う、大学ってやっぱり大事な場所だと思うので、なのでそういう意味では総合政策学部は本当に政策科学でその、文化でその文化でも本当に多様な文化にいろいろ触れることができますし、語学一つとってもやっぱりこれだけ小さい学部で多様な言語が学べるところってそうないですよね。確かにそれはあります、ね、うん、だから先生方の多様性っていうのは学びの多様性にもつながっていると思うので、やっぱりその一つ大事な語学っていうねところでいうと、やっぱりコミュニケーション力っていうんですですかね、うん、それで高校までは例えばこう英語が苦手だと思って例えばいたとしても、うん、いざ大学に入ってみると大学で求められるのって、単にその文法的な、うん、ことよりは英語を用いてコミュニケーションを図ることであったり、だから語学は目的ではなくて手段であるっていうことですよね、うん、でそのコミュニケーション力がやっぱりこう高まってくると、うん、そうすると当然ですけれどもいろいろな今まで見えてこなかったものが見えてくるっていうことがあるんですよね、うん、だからこそやっぱりその語学を手段として、例えば海外に出ていってそこで自分で直接見たり聞いたり話をね、うん、するということがやっぱり人生の糧になるなということをすごく思ってるんですよね、うん、なのでまあ、幸い本当総合政策学部には、うん、実際に現地に行って研究するということを奨励する制度がいろいろあって、うん、ね、語学留学とか、ね、インターンシップっていうだけではなくて、うん、フィールド調査っていうかな、うん、そういうことをするために奨学金も出したりして、で学生同士でいい意味で競い合いながらいろいろ面白いプロジェクトが生まれたりってしてるんですよね、うん、でうちの学生でも例えばニューヨーク の、うん、犯罪なんか新聞なんかでね、うん、こう読んでる中でなんでだろうっていうことがすごく気になって、うん、で実際ニューヨークにその奨学金をいただいて、うん、そしてニューヨークに行ってニューヨーク警察にいろいろインタビューをして帰ってくるとか、うん、なかなか本当大学生では経験できないようなことをやっていて、でそういうことがやっぱり就職につながったり、直接就職ではなかったとしてもその後のその本人のなんか生き様につながっていくっていうところがあって、うん、なのでやっぱり大学時代ってそういう種をいくつ植えておくかっていうことすごく大事ですよね、うん、ですぐ芽が出るかもしれないし、それが10年後かもしれないけれども、うん、やっぱりいっぱい種を植えておくことによって人生いろいろ豊かな経験ができるということはあると思うので、だからそういうなんて言うんでしょう、チャンスや機会が総合政策学部はいろいろ設けられているので、冒頭申し上げたその課題を自分で立てて、うん、それに対しての自分で解を模索していくっていうことをね、
チャレンジしてみると本当クリエイティブだし、うん、自分にしかできないような経験、うん、それが自分にしかできないことが大学でね、うん、学べるっていうところがすごく魅力だと思いますね。例えば、うちですと政策と文化で、うん、融合とかあるよくフレーズとして言われてるんですけど、途上国なんか行くと、まあ、うちの学生でもちらほらいるんですけど、井戸掘りに、夏休み利用して途上国で井戸掘ってきましたとか学校建設手伝ってきました。で非常にまあいい顔をしてこう帰ってくるんですね。で多分その、心がけっていうんですかね、行動の発端になる思いとか善意とかそれをアクションに移すっていうことは、まあ、素敵なことには違いないんですが、一方でそのよく途上国で学校建設、まあ、芸能人含めてセレブリティ世界中のセレブリティが寄付して学校を建てましたと。でそれが完成した折には、現地の人たちが感謝の意を伝えて、まあ、微笑みがあふれると。でその微笑みを見て、いわゆるそれを支援援助した側は悦に浸るみたいな、まあ、こういうのがよくこう描かれると思いますし、そういう光景が高校生にとって途上国支援っていう形一つのこう美しいストーリーとして捉えられるあると思うんですけど、僕なんかですと、途上国の現場で行くと、じゃあその場面のその先に何があるか、援助の先に何が起こってるかっていうところまでやっぱりこう考えないといけないなって感じてまして、っていうと申しますのも、単発的に行けばよそ者でもうそこでおしまいなんですけど、やっぱり、その人にとっては一時的で単発的なものなんですけど、現地の人の暮らしってずっと続くんですよね。でそのずっと続いて美しい光景の後に、例えば1年後とか3年後とか行った時にその学校が使われてなかったり機能してなかったりってのはよくあること でそれなぜかっていうと、例えば現地の政府にとってはあれは外国人が援助した建物だから俺ら僕たちとは関係ないよっていうことで、じゃあ教員を派遣しなかったり予算をつけなかったりなんていうことがよくある。そうすると援助をしてそれがアクションとして一時的には成就してみんななんかこういい光景が描かれ出すんですけど、じゃあその先に何が起こるかっていうところまでは得てしてこう高校生はじめ、まあ、若い学生諸君だとなかなかこうイメージできてなくて、僕とか多分先生もそうだと思うんですけど、こう長期的に長いお付き合いフィールドでこうしていかなきゃいけない時に、そういう打ち上げ花火的なものってむしろ現地にジェラシーとかは生み出すもののサステナブルなものって割と少ないなっていう、なんかそんな現実はやっぱり大学に来て知ってほしいし、逆に言うと知らなければいけないし、そういう光景ってなかなかこう日本のいいこと自分はやりましたっていう人ほどこう視野にこう収まってないのかななんていう実感あるんですけど、なのでこうやっぱりそこも政策的にはそういうことをやったとしても文化のところでやっぱ現地のこと知らないといけないしなんていうことの一つのこう事例だと思うんですけど、でそれと同時に今先生のお話にね関連づけて言うと、例えば途上国の子どもたちの教育支援とかっていうことを勉強したいですっていう学生がいるじゃないですか。で、例えばカンボジアの子どもたちとかね、フィリピンの子どもたちっていうことを言うんだけれども、でも同時にね例えば貧困とか教育の問題って我々の足元国内にもあるわけですよね。なのでその途上国のことっていうふうに切り離して、そこでだけで起きていることではない、やっぱり根底にはこのグローバル化する世界の中での格差の問題とかっていうのはもう共通のテーマがたくさんあるんですよね。だから必ず自分のこととそれから何かをね勉強した時にはそちら、例えばカンボジアだったらカンボジアではどうなんだろう、カンボジアの言葉なんだら日本はどうなっているんだろうっていうことを考えるような、ちょっとグーグルアース的に言うとこう引いた目、なんかあんまりミクロにならずマクロな視点との常に行き来しながら考えてねっていうね、勉強しようねっていうことを学生に呼びかけるんですけれども、やっぱりそういう今の時代って本当に問題が共通
してるじゃないですか、うん、連動してますよね。そうなんです、そうなんです、うん、だからあの本当にあの日本の貧困の問題を考えるとか、うん、日本の難民の問題を考えるっていうのはやっぱりグローバルな視点で物事を考えるということが、うん、あのセットじゃないと、うん、やっぱりどこか一面的になりがちだし、うん、もしくはこう、ね、思い込みでなんか突っ走ってしまいがちなので、うん、だからそういうバランス感覚っていうのも、うん、創生にいると、うん、本当あの多様な先生方が多様な視点から物事を、うん、なんて言うんでしょう、あの研究しているので、うん、あのそういうあの多様な視点を身につけるという意味でも、うん、あのとても理想的な、うん、あの学びの場なんじゃないかなということをよく思いますよね。だから現場にも行きながら本も読みながらで、うん、やっぱり本当行き来、ね、しながら全体自分の学びをデザインしていくっていうね、うん、そこが本当あの創生では大事ですね、うん、できるんじゃないかなと思いますけど、ね、まあ、おそらく高校生の自分にはこうイメージしづらいんでしょうけど、うんうん、けどそれは逆に言うと大学時代にやっとかなきゃこれからどんどんいけない領域、うん、あの考え方見方だと思いますし、うん、そういう意味では本当にあのグローバルなこともドメスティックなことと絶対連動してるんだとか、うん、先生がおっしゃった Google Earth で引いて俯瞰してまた拡大してとかっていう、うん、なんかそういうこう繰り返される往復作業がやっぱ どんな分野にも求められてくるので、うん、あのそういう意味ではあの高校生の皆さんにはそんなこう考えなり見方を持ってなんか進路を考えてほしいですよね、うんうん、そういう意味ではこ うちの学部はそれの埋め込まれているものが、うん、たくさんチャンスはあるっていうのはこれ僕は断言できると思いますし、うんうん、その種をこう巻こうとする作業をこう後押ししてくれる、うん、研究領域なり教員、うん、事務職員あの局の方々、うん、こう本当に充実しているなっていうのは、うん、あの全日校が国立大からこう来たもので、うん、すごくそれはずっと感じていることですね。今多分受験のただ中っていうかね、あの大学に入る準備をしている最中なので、なんかもういろいろ考えられないし、先のこともわからない、とにかくまず大学に入らなければっていうところが目的化していると思うんですけれども、うん、一旦大学に来たら、うん、本当にいろんな選択肢があって、うん、さっき申し上げたように本当に自分がまだ気がついていない自分、うん、自分の中で眠っている、うん、その通り自分をどうやって引き出していけるのか、うん、でそのプロセスで本当に学生を見てると、もう入って来た時と出ていく時ともう別人かっていうぐらいに成長する学生さんたちたくさんいらっしゃるので、うん、たった4年でって思いますよね。本当にすごい、ね、確かに確かにこういう感じでなんか伸びていくっていうね、はい、学生を見てるとものすごく本当潜在力をみんな持っているので、うんうん、私たちができることはその潜在力をどうやって引き出していくのか、うん、ちょっとこう刺激しながらね、うん、なんかそのコミュニケーションを取りながら彼らが本来持っているその力をね、うん、どうやって発揮してもらえるのかっていうことにかかっていると思うんですけれども、うん、なので今は本当にね高校時代で受験勉強であのちょっともう本当頭がいっぱいかもしれないけれども、うん、大学に入ってくると本当自分にしかできない自分らしい勉強っていうものをデザインして追求していけるので、うん、あのぜひそういう意味でね本当に楽しみに、はい、頑張ってほしいなと思います、うん、今先生おっしゃったことと僕もあの通じてるなって感じで、僕は常々学生に自分の居場所は自分で作れ、うん、その自分の居場所が自分に合わないって不満言ったり、嘆いたりするすごい分かりますし、あのかつて僕自身もねそういう時期あったんですけど、結局、それでその場所を変えてもなんかあんまり改善しないっていうか、うん、同じようなことが結局同じマインドだと起きてきちゃって、うん、そういうのをこうずっと経験してると、あ、そっか、自分の居心地のいい場所って結局自分で作るしかないんだと、うん、やっぱそこにこう能動的に働きかけなきゃいけないとか、やっぱそれをこう気づかなきゃいけない、自分自身で気づかなきゃいけないっていうところがあって、あえてその高校生にこうメッセージ的なものっていうんであれば、自分の居場所は自分でね、作っていただきたい。でそのためにまあ総合政策学部っていうのはあの豊富なオプションっていうんですかね、あの選択肢を提供できる場ではあるって、これはあの多分先生もご賛同いただけると思うんですけど、僕はそんな風に考えてます。